どうもナオチンです。さあ今日は新三国無双8やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。全クリがねもう目の前まで来てます。20時間ちょっとだったかな。本当はね10時間ぐらいで行けそうだったのよ。でも総崩れして国がなくなっちゃった。これ難しいね。これ内政が本当難しくって、ちょっとでもミスったやり方してるとすぐにね国が破綻する。難しい。まあうまいことね、やっていって、あと一つ取れば、統一ということになっております。まあここクリアしてみましょう。ちなみに使ってる武将は馬長です。レベルは63まで上がってますね。99までが結構これ長いんだよね。まあ一回クリアして次のクリアぐらいではレベル99いけるかな。まあとにかくなかなか上がらない。いきます。では行こう。下の、拠点を取りに行って、そこに工作兵を送ってなんとかするっていう感じの作戦だね。オッケーオッケーオッケー。これは飛行の準備か。じゃあ、正面突破だけでは。あ、ちょっと待って、意外と来るの早いなみんな。ちょっと待って、工作兵来るの早いわ早いわ。だいぶ急いできたね。よしオッケー。まあこうサクッと取りましょう。取るよ。今後もね、最初はなんか昔の無双系とは違ってさ、ちょっと戸惑ったけど、なんかエイトから変わったらしいね。なんで戸惑ったけども、まあまあだいぶ慣れてはきました。ちょっと待って、こっちの工作兵があそこで足止め食らってるな。牛群と合流する、続け。ちょっとここを、ああここね、オッケー。お前やな、置いてくれ。俺の工作兵を行かせてくれよ。じゃあオッケー。目を見張るようなご活躍です。誰来た。ああよいしょ。この知れ者め。オッケー。聖者構え、跳ねて。これね、攻撃速度が上がるね。装備が俺まだ持ってないね。もしかしたらないのかもしれない。1個もね出てないんで、もしかしたらないんじゃねえかな。攻撃速度をすっごい上げてやってたんで、なんかもっさり感があるよね。しゃあ、でもまあこのねスピードにもだいぶ慣れたよ。このもっさり感じは。じゃあ終わってね。あとは頼んだぞ。じゃあ工作兵いった。これ以上は持たぬか。どこだ。あ、こいつらを倒せってこと。オッケーオッケーオッケー。あ、お前らか。攻撃隊長ね。オッケー。ちょっと待って、ここも拠点を抑えられてるやん。もうサクッと内側に入って拠点まで持っていきたいんだよな。スピードが本当大事。いたしました。もう早いね今回は。ああ炎症そこにいる。まずはこっちをぶっ潰してから、おい、こっちをぶっ潰して、ちょっと減ってるな。まあいいや、ちょっと潰した後に反対側も行きましょう。おいって緩むなよ、今が締めの切ってやつだ。熱き魂を施し、倒せったかな。もうちょい、倒させてもらう。終わり。覚悟しろ。なんかいる、誰。間に合ったか。ああ、お前か。戦局を変えてみせよう。こいつ結構嫌い。
早く潰しちゃって。オッケー。早っ。早っ。強化されとったからね、やっぱり。強化されてたから、めちゃくちゃ早かったね。どこだ、入り口は。この裏ぐらいか。発見。どれだ。炎症がボス。オッケー。無双でサクッと倒しちゃいましょう。うそ、大号令。ああ、もうバカ野郎か。いけ。減らせはしないか。攻撃力大アップでもさすがに、あ、いけたわで、しかも炎症じゃなかった。誰このボス。マジでこいつだか、こいつか。いたいたいた。終わり。違うちょっと待って、ボスが分かってる。活躍ですね。どこいる。え、もしかしてお前かかな。なんかボスっぽくないんだけども、まあ確かに強いけどね。ちょっと待って待って、全然。え、多分カユがいると思うんだけど。あ、あ、いたわこいつだった。いけ。おわー、いった。あ、ちょっと待って、これやりにくい。ちょっとこっち戻って、こっち戻ってください。こうやって、いいね。いける。あ、倒す。うわー、散ったよかった、壁の向こうに行ったから。これ無理かと思ったけども、よかったっすね。 OK、 とりあえず統一しました。全振りかな。やったね。221年4月中国大陸統一しました。どうなるの。なるほどね。8の時はレベルが引き継げないっていうのを聞いてたんだけども、今回のも一緒だわ。レベル引き継げない。もう全くの1からスタートになりますね。マジか、これレベル99まで。どうやって上げよう。難しいね。おお、まあなんとか上げてはいけるかな。まあとりあえず、一周クリアしましたね。難易度は普通だったけども。ちょっと難しいとか、そっちの方で、次はやってみて、レベルもちょっと一生懸命上げてみようと思います。引き継げないのか。引き継げるもんと思ってたら、まさかでしたね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。